レッドファイヤーシュリップ、どうもアキチャンネルのアキです。今回はエビが死んでしまう理由についていくつかお話をしていこうと思います。まずは水温によるもの。エビはですね、低水温より高水温に弱いので、30度を超えてくると徐々に体調を崩し亡くなる恐れがあります。そして水温が上がることで酸欠を起こすこともあります。これはですね、水中に溶け込んでいる葉存酸素量が減ることで酸欠を起こす恐れがあるということです。葉存酸素量、前にもお話をしたことがあるんですが、水温が高くなるほど減ってきます。なので対処法としては、エアレーションをして水を動かす、もしくは冷却ファンや水槽用クーラーを設置するということになります。逆にですね、冬場はヒーターなどで加温する必要があります。1年を通して水温変化をなくすということが飼育にとって重要なポイントとなってきます。そして次に2つ目ですね、水草の農薬によるもの。魚にとっては無害でも、エビにとっては死に至ることもあります。対処法としては、無農薬の水草を選んでいただくということになります。ただ水草、無農薬のものだと少し割高になってしまうんですよね。まあでも生態のことを考えれば、無農薬のものを選んであげた方がいいかなとは思います。あと私はですね、たまに茹でたほうれん草をエビに与えています。これもやはりですね、無農薬のものを選んで与えています。まあ、今は売られているかどうかわからないんですが、前はですね、無農薬で茹でたほうれん草を冷凍したもの、こういったものも売られていました。もしかしたら検索すれば出てくるかもしれないので、そういったものをね、選んで与えてあげてもいいかなとは思います。そして次に、バクテリアが不足することで起こる水質悪化。立ち上げたばかりの水槽はバクテリアが十分に繁殖していないため、餌の食べ残しや糞から出るエビや、ね、熱帯魚に有害なアンモニアが発生してしまいます。ですがバクテリアが十分に、ね、繁殖している水槽では、まあ、これはやっぱり生態の数にも、ね、よるんですが、水槽の大きさに対して適正な、生態の数であれば、バクテリアがですね、アンモニアをエビや熱帯魚に無害な物質に変えてくれるので、こういったところをね、まあ、注意していただければいいと思います。なので立ち上げはですね、沼エビ系であれば2週間程度は空回しをしていただく必要があると思います。でレッドビーとかね、そうビーシュリンプ系に関しては本当1ヶ月2ヶ月本当それ以上ね、時間をかけて立ち上げている方もいらっしゃるので、そういったところをね、参考にしていただければいいかなとは思います。そして次にですね、水合わせによる水質水温変化。やっぱりエビは水質や水温の変化にね、すごく弱い生き物です。なのでまず購入した際はですね、水温合わせを行っていきます。袋に入ったままの状態で飼育水槽に30分程度浮かべてくれればいいかなと思います。次に水合わせを行うんですが、ここはですね、じっくりゆっくりと点滴法を使用してい、かれたらいいと思います。エアーチューブありますよね。エアーチューブの先にエアーコックを取り付けていただいて、まあ、水量調整をね、できるようにしていただいて、まあ、ゆっくりポッタンポッタンポッタンぐらいでいいと思います。じっくりね、時間をかけて水合わせを行うということが、大事になってきます。ここをね、焦ってしまうと本当買ってきた、水槽を立ち上げてね、本当に2、3日でエビや熱帯魚を導入してしまうと、まあ、高い確率で、なくなってしまうので、注意をしていただければと思います。そして次に寿命によるものですね。エビの種類にもよると思うんですが、だいたい1年から3年ぐらいで世代交代を行っていきます。なのでうまく、ね、繁殖をしていかないと、エビたち息絶えてしまいます。でいい水槽というのは大中小大きさの異なるエビが常にいます。
で、分かりやすく言うと、ベビーがいて、ヤングがいて、アダルトがいる、こういった水槽はうまくいっている水槽だと思います。そして次にですね、脱皮不全、これもね、原因の一つとしては、結構多いエビが死んでしまう理由となります。まあ、脱皮不全でもね、いろいろな理由があるとは思うんですが、まず一つ目としては寿命によるものですね。脱皮をするだけの体力が残っていないため、途中でね、死んでしまう、こういったこともあります。そして二つ目ですね、メスのエビはですね、脱皮をするときにホルモンを出すんですね。このホルモンに反応してオスエビがわちゃわちゃとね、動き回るんですね。これを抱卵の舞というんですが、この時に脱皮途中のメスにオスが群がってしまい、メスをね、傷つけて脱皮途中で亡くなってしまう、こういった事故も結構あるので、まあ、対処法としてはやっぱりオスメスのね、これバランスを良くしてあげるということですね。メスよりもオスの方が増えてしまうと、どうしてもこういった事故に起こり、こういった事故が起こりやすくなってしまうので、たまにこう間引いてあげるというのもこれ必要になってきます。そして3つ目ですね、ミネラルやカルシウム不足による脱皮不全、これ南沼エビ系であればエビ専用の餌、大体ですね、ミネラルやカルシウムが配合されているので、そういったエビ専用の餌を与えてあげればいいかなとは思います。ただビーシュリンプとかそういったものに関してはですね、やっぱりミネラル添加剤あった方がいいかなと、自分のね、経験上はそう思います。まあ、大体1ヶ月に1回とか2回ね、少しね、適量を添加してあげると、すごくそれが刺激になってエビがね、元気になったりするので、そういったことをね、参考にしていただければいいかなと思います。それでは、少しですね、エビの様子をご覧いただいて今回は終わりとなります。それではどうぞ。本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。